何度見てもこのタイトルいいな。おはようございます。ジレット申します。では今回はね、別のルートを探索してみようと思います。調べたんですけど、調べたっていうかリードミーに書いてあったんですけど、ノーマル、グッド、ベスト、トゥルーということで、バッドがないという、なんと幸せな RPG でしょう。RPG じゃないんだけど。勝手に RPG にしないの。というわけで、前回が右に行ってイーグルを普通に倒したルートですね。どうしよう。じゃあ、左ルート行く？普通に左ルート行ってみるか。気になってた。はい、ここでじゃあ左に行きます。左に行くと何があるの？ああ、池だ！崖！うわぁ！落ちるー！浮いている！急展開！リュート！急展開すぎでしょ、今度は。一枚絵がいいな。ったく。危なっかしいな、お前は。どうして。心配してくれたの？追いかけてきてくれたの？私はこの前も言ったな、これ。リュート。なんで泣くん？これなんて読むの？ごめん、無知がバレる。ごめんなさい。ティリス。はあ、ちょっと泣くな。もう、怒ってないから。あれ？終わりそうな雰囲気。ちょっと待って、2分、2分、まだ2分っすよ。2分だよ、まだ。終わった。これがノーマルエンドってことは。別ルートが解放されました。二つ見たからかな。二つ見たからそういう系なのかな。プレイしますか？しないと話が進みません。あ、なるほどね。リュート視点とティリス視点があるの？え？幻惑の森。え？なんでこんな壮大な、その森に迷い込んだら。仲間を信じちゃいけないよ。帰って来られなくなるから。ああ、ちょっと、急展開やめてよ。え？今のなんすか？怖いんすけど。別ルートってことは同じ場所なんだよね、でも。あれ？この視点、ニュートロバカー。あれ視点見たな。この視点見たことあるな。セーブしとこう一回。でも、プロローグであることに変わりないっすね。あれ別視点で、今、はい押したよね、自分。あれそんな冷たい言い方しなくてもいいでしょ。うるさいな。俺はもともとこうなんだ。あれ。同じこと言ってんな。あれ？でもさっきのオープニングは違ったよね。なんか怖かったよ。オープニングは。でもさっきのオープニング見る限り、多分、この二人ってその幻惑の森に入って仲間を信じていけないよっていうところに入り込んでこうやって喧嘩したってことですよね。ごめん、これサイト見たわ。このあらすじだけ。ごめんなさい。前回あらすじ全く知らずに、うーだうこうだ言いながらプレイしてたんで、あらすじをサイトから読みました。同じだね、このあたりね。ちょっと飛ばしていいですか？はぁ！まっすぐ進むがありますね。別ルートということで増えてんだね。じゃあセーブするか、一回。セーブだ。三つしかないのが不安だ。行くぜ！まっすぐ行きます。え？暗なってない。行っちゃった。なんだろう、何かにつまずいて。ん？ティリス。ニュート！あれ？合ってる。急に目の前に合ってるんだけど。追いかけてきてくれたの？ああ。さっきはひどいこと言って悪かった。ううん。私の方こそごめんね。
いいんだ。一緒に帰ろう。チース。え？何？結界を張った。むやみに近づかない方がいいよ。あ、これってオープニングのあれか？もしかして。仲間を信じちゃいけないよってそういうこと？そういう系の話？そういう系の話に繋がっていくわけ？リュートは、一緒に帰ろうなんて言わない。リュートに帰る場所はないもの。あなたは誰？何を言ってるんだ、ティース。恋人を疑うのか？あ、リュートって自分で恋人って言うの？はぁ、残念だけど恋人じゃないんだよね、私たち。え？お前、エンチャントね？さっき私がつまずいたのは人の骨だった。仲間を偽物に化けて餌食にする。それがこいつらのやり方なんだろう。じゃあさっきの2つは何だったんだ。さっきの見たエンディング2つは何だったんだ。私はお前を倒すためにギルドから派遣された冒険者だ。そういう系？大丈夫？え？偽リュートではあったんだね、でも。でも偽ではあったんだよ。ゴブリンじゃねえかよ。女一人何ができる。あの男とも帰り中してくれるわ。うわ、ゲームは車もの。若い女の肉。もうさ、そういうのやめようよ、すぐそういうさ。お前、やっぱり他に仲間がいるのか。聞け聞け。アニジャーツヤムのジュースのナブリコースが好きなんだ。あの男も気の毒にな。リュートの強さは知らないの？お前たちなんかに負けるわけない。そっちこそ、兄者の恐ろしさ知らないのさ。小物感漂ってんな。安心した。お前たちが情け無用のクズで。特殊な魔術をいくつも使ってくる厄介な魔物。あの歌で対抗する。歌は次に何？魔法攻撃を弾き返す。反射するまで消えない。あ、ってことは何？すでに置いておけば、何来ても大丈夫ってことですね。マジンポイントを回復させておいて、まず音速なので。で、歌を早めに発動させて、何？暗闇の、漆黒の闇に包まれた。何も見えないじゃない。攻撃魔法か。ここで撃っていいのかな？まあ確かに、魔法で見えない時にも届くから、攻撃はできるんですけど、歌うで弾き返したいなっていう部分はあるな。一回まあでも、とりあえず魔法を使っておくか。ストーリー的にね。あ、同時に闇を払った。あ、これで当たるのか。なるほどね。別の殺し方をするっていうことでね。うわ、82強い。うわ、小物感漂うな。じゃあ、セリフがさ、うわ、キモい。お前ら人間は食事くらいするだろう。お前様たちの食事がお前らというだけだ。それは理にはかなってるね。うん。まあ、命をもてあそんだりはしないよね。お前たちと一緒にするな。とりあえず、まあ、じゃあ、魔術に回復して、できる限りその魔法バリアみたいなの貼りたいですね。痛いって。ただ、今回は、100回復とかじゃないんだよね。だから、どうなの？どっかで回避した方がいいんかな？あー、マジポイント下がっていく。怪しい意味を浮かべている。どうなんだろう。ここ、重要だよね。ここは、何か次の行動にヒントみたいな感じなんですよね。うわ、強い。もう一回やっておきたいな。もう一回やって歌を早めに発動しといた方が。あー、漆黒の闇。まあ、ここは攻撃魔法を使うしかないね。今魔法バリア張ってもしょうがないからね。あー、痛いな。回復ができない。回復をするんやったら、この回避で25回復するってことですよね。回避とかをして、25の回復を、このリジェネ効果をどう使っていくかっていう部分が出てはきますけど。痛いって。歌をしましょう。歌うで一回魔法バリア貼っておきましょう。なんだ？歌の歌って。戦いの恐怖で綺麗を触れたか。さあ、どうかな？おお、早い！魔術の優勝を始めた。
もうすでにね、魔法バリア貼ってあるんで、多分大丈夫。あ、なんだ、回復するんだ。すでに100回復は出てんだね。どうしようかな。いや、ここは健康源マジポイント貯めておきたいから。闇のエネルギーを添える弾き返した。おお、かっこいい。ギャー、大成功。自分の味と気持ちの、ねえねえねえ、どんな気持ち。あの例のゾウマ様ならマヘドなんて食らわなかったんだけどな。けどすごい力ね。あれ面白くやってたらゾッとするな。だからできる限り首をかしげている。あ、なんで聞かないのみたいな。なんで聞かないんだろうな。何なんとティースに変身した。変身したって顔が怖えよ。お前の動きは見切った。あ、あたし自分ケーキでも趣味はないんだけど。速さがあだになりそう。うわぁ、時々封じる。へぇ、あなた歌すごいっすね。なんかどっかのさ、歌姫もさ、相当やったけど、どっかのなんか、ゆらりゆるでりな歌姫さんはそうだったっすけど、あなたもすごいっすね。じゃあ歌をね、歌を使っていかないといけないみたいなんで、深呼吸を始めた。返した方がいいか、一か八か。どっち？どっちだ、回避。もう当たってきても向こうが魔法を使う可能性があるから回避できないんだよね。そうすると、ここは魔法で、あえて魔法してみる。あえて大技を打つと、ほら、そうそう。お、やり慣れてるね。なるほどね。強い技を使っておけば、そうそう、だいたいこれね、気合パンチみたいな感じだから。あー、痛い。さすが私、華麗な剣さばきだね。って冗談言ってる場合じゃないか。すげえ模写すじゃん、完全に。完全に模写すじゃないですか。121、痛い。できる限り歌を使いたいとこっすね。まあ、これで歌を使います。歌をしましょう、歌いましょう。魔物の動きは制限される。なんか、一体何の真似だ。息抜きだよ、息抜き。まあ、ただ、あんま期待はできないかもしんないからね。死ぬって！やばい、死ぬ死ぬ死ぬ！はぁ？今魔法の炎症そんなしたっけ？危なぁ！ギリギリじゃん。あ、やばい！どっちどっちどっち？ 120 でいけんのかな？回避できる？いや、避けれないっていう可能性もある。いっか。うん。ああ、よかった。オッケーオッケーオッケー。よかった。ここは新生魔法貯めておいた方がいいな。あ、痛いよ。向こうの方が力が強いんだよね。あと少しかな。ああ、いた。そんな、バカな。あ、兄ちゃん冥界でクリーンを止めないよね。疑惑の魔物を倒した。やった。